はいどうもー。あ、てかさ、赤サボで一番聞くセリフと肩を並べるって一緒だよな。どういうこと？どちらも危険でしょう。あとがヒュビゴーポンポンポン。というわけで皆さん、こんにちは、こんばんは、レッドだよーん。というわけでね、はい、赤サボで一番聞くセリフといえば、そう、もうね、ヒヒャンヒヒャンっていうのをね、もうずっと聞きますよね、と。はい、で、肩を並べるっていうのは、まあ、つまりね、匹敵するみたいな意味なんですけど、危険と言います。ということで、はい、赤サボレベル100になりました。そしてブーストも20まできっちりとね、振ってきました。ということで、本日ちょっとね、赤サボデビューということで、リーグでね、しっかりと暴れていきたいんですけれども、メダルですね、ちょっと見てほしい。これをね、普段まあ僕とこドゾロとかにね、つけることが多いんですけど、まあクリティカルの時にまあ回復する、3パー回復するのと、まあスキル1のクールダイムが5パー短縮されるっていうやつなんですけど、一応特性にね、味方が KO されたらクリティカルがまあ 300% 増加っていうのがあるんで、スキル1ですよね。はい、こっち、あのメラメラ状態を付与する、そう被験打てるやつね。がこれまあ一応クールダイム51秒って結構な長さなんで、まあ短縮状がいいのかなと思ったんで、一応このメダルつけてるんですけど、まあ一応24秒なんですよ、そのメラメラ状態がね。はい、でサポートなんですけど、今回一応、渋谷をつけてます。アタックが渋谷、パラメシア船長、グランドラインっていうサポートでいきたいんで、まあ一応 30% かな、渋谷のこの効果で一応その 30% ね、延長されるんで、まあ、何秒ですか、24秒が32が6の37秒ぐらい、だからまあ約30秒ちょいぐらいかになると思うんで、残りのそのクールタイム合わせたらまあ20秒ないか、15秒10何秒かな、とかをまあ、メラメラ状態がない状態ができるだけ少なくしたいなと思ったんで、一応こっちのメダルをね、つけたんですけど、もしちょっと違うなと思ったら、途中でちょっとあの普通のアタッカーメダルにね、ハンコック選手かなとかにね、変えるかもしれないんですけど、一応最初はこれでいきたいなと、はい、思います。相方は、ヤマトさんですね。ヤマトさんのメダルはまあいつも通りと、こんな感じということで、まあ、157.5% なんで、いつもよりちょっとね、パーセントが 5% 6% ぐらい低いんですけど、まあこれで一回いきたいなと思います。それでは、燃やしまくりましょうか、敵さんをね。はい、行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご勝負ください。レッツバウンティー。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。エースが許さねえってよ。いや、かっこいいよな、赤サボな、マジで。もう原作でも、もう好きなんやけど、かっこいいよね。よろしくお願いします。もらうぞ。エース、お前の技とは、もうメラメラしていきましょうか。燃やしていきましょう、マジで。行こう、今日。よし、レッツゴー。火炎竜王のクルデン、割と短かったよね、確かね。まあ、とりあえず取りますか。ただ、赤サボのちょっと嫌なとこ、やっぱメラメラ状態になったら、旗握れへんっていうとこがちょっと嫌っすよね。できれば、その、赤犬みたいにね、常に握れるようにしてほしかったっすよね。とりあえず行きますか。はぁーですね。はい、と。まずは、ハート。はい。後ろ来てる。いや、とりあえず待って、ひげん。オーケー。取り際に、火炎竜王。ひげん。あ、ごめん。あ、いらんな、これ。いらんわ。ごめん。いや、初期行かれてる。あおー、なに。ちょ、まだあるやんな、俺、時間。大丈夫やんな、これ。ひげん。オーケー。ひげん。いいですね。お、割とメラメラ長い。危険。やばい。危なー、耐えたー。火炎竜王。オーケー。一回やばい。はーやな。あ、意外と早く曲がってます。意外と使えてんぞ、これ。危険。オーケー。いや、全然食らってない。危険。いけんあ、マグマグ状態ならへんの強いな、これ。いけん。いけんばり楽しいけど、ちょ、待って、やばい。そろそろやばい。やばい。そろそろやばいんちゃう、これ。やばいんちゃう。一回逃げよう。オーケー。ここ。上がってこえんかったー。いけん。いいねー。被験頑張ってる。あ、でももうちょいじゃ溜まるやん。あ、全然オッケー。ちょ、一回休憩。被験がバリ楽しい。OK。 いや、あ、取れそうっすね。行こう。取ってもさっき一緒に取っても。うん。OK。取っちゃって。で、出てくるのが、ヤマトやろ？ OK。じゃあ行きましょうか。ヤマトさん、燃やしに行きましょう。はぁー。雷鳴発見。被験。OK。こっちも行ってた。やるやん。いけん。はい。ジャストで入って、いけん。いいですね。これはいいんじゃないか。いけん。ジャストで入れ。いけん。これめっちゃ強いやん。待って、もう、回復してる。いけん。強いけど握れねえ。これちょ、握れへんな。
おでんさん逃げてくれ。ありがとうおでんさん。多分赤い猫出てくるから、ちょっと待って。ふん、ちょっと待って。ふん、ちょっと待って。火炎竜王。オッケー。いや逃げろ。逃げろ逃げろ逃げろ。一回逃げよう。あと10秒。待って。初期型とかどうですかこれ。ちょっと待って。一回。はあ。ごけい。ちょっと待って。ここじゃすはれ。いけん。いや取りに行こう取りに行こう。いけん。いけん。いや無理かあっち取れそう2個。いや無理やな、初期アテンション取れなかったか。いやでも結構いいんじゃないか、一発目にしては。待って、これ赤サボマジでいけるな。ありですね。はい、オッケー。ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。まあ、さっきちょっとね惜しくも負けてしまいましたけれども、見返したらでもちゃんと短縮してましたね。しっかりと短縮してた。だから普通に早く使えたんやなっていう感じですね。ありかもねこのメダルもね。だからもうまあジャブラー1枚の支流2枚とかでもいいかもしれないですけど、全然いい気がしますね。でとりあえずあれよね、ヤマトに握られるとちょっとあれよね、剥がすことができひんっていうところもまあちょっとっていう感じやけどね。来るかなとっつか売ってるの。まあ、まだ着火は早い。まだ着火は早いね。オッケー。行くよ。オロビ来そうやな。ぼちぼち行きますか。はぁー引けん。オーケー。こっから抜きたい。引けん。オッケー。大丈夫。全然大丈夫。こんなん。全然大丈夫。行こうか。ジャスで相手。引けん。引けん。あ、全然 OK。 全然 OK。 マグマム状態にならへんもん。引けん。はい。と。引けん。OK。 引けん。ここジャストで入って。引けん。引けん。引けん。あ、ちょ、引けなくなった。引けなくなったから。よし、じゃあ、一回、もう握ってもか。ないついで握ってもか。握っても。待て、これ、食券や。もう無理や。はぁ、引けん。あぶねえ。ジャストで入れ。あぶねえ。引けん。オーケー、ペロス一発いっといて、ここいけん。オッケー、全然食らわん。この程度大丈夫や。オッケー。はい、いけん。オッケー。っていうことは、これ、置き際の火炎竜王。なんで？いけん。おおいいねー。めちゃめちゃいいやん、いけん、マジで。いけん。違う、待って。あっち。そっち。やばい、マグ。やばい。ジャストで入れ。ワン、ツー、おお、通常でもいけちゃう。ワン、ツー、やばい、もうか、まあ、早く着火しろ。はぁー。オーケー、ちょっと待って、引けん。オーケー。取り際の完了。オーケー。いや、ここ見るよ。見る。ちょっと待って。いや、引けん。いや、ちょ、追いかけます。いや、僕追いかけます。引けん。オーケー。もう、これ、燃焼でいくんじゃん、これ。オーケー、引けん。いいね。ちょっと待って。やばい、メラメラなくなってもうてる。オーケー、ナイス KO。取っちゃおう。とっつかが多分ね、来るかもしれへんけど。火炎竜。嘘だろ？いやー、オッケー、ワン、ツー、ちょっと待って、一回逃げよう。でも上取れるやん、絶対取れるんで、一回逃げよう。ちょ、一回逃げさせてくれ、頼む。うわー、いや、でも大丈夫やろ。いや、真ん中さえ守れれば勝ちやから、大丈夫。ここを内面開けて、とりあえず止めるから、もう上頼む。味方さん頼む。オーケーよし。赤さはマジで普通に強くない？めっちゃ強くなかった今。オッケーやん。ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。ちょっと今回メダルをね、支流を2枚にしました。雨メダルを2枚にしました。はい。ジャブラーを1枚外して、スキル値短縮 5% をもう1枚つけたみたいな感じですね。はい、だからクリティカルが起こった時に、要は 10%、メラメラのこれが、短縮されるみたいな感じですね。行きましょう。まあ、よく考えたらなんか、その攻撃力じゃない、間違えた。クリティカルが入った時にね、回復あるんですけど、ジャスで入っとけ。ちょっと待って、何してんねん。もともとその燃焼で回復があるんで、まあ、別にいいかな、みたいな感じですね。いけん。いいですね。こっからの火炎竜王。素晴らしい。素晴らしいよ。はい、いけないっすよ。オッケー。裏行かれてるな。ちょっと待って。引けん。
ひけんひけんひけん、いいですね。これ燃焼でいくんちゃう。ふっとふっと、あ、まあ、やばいやばい。つあ、いった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 。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい、ちょ待ってよ。ちょ待って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 。一回着替えさせてくれ。はーい。ちょ、どこに何、味方に何言ってね。ちょ待ってよ。どっちどっち、これこっちか。いけん、じゃあでこっちやない。いけん、いけん、ジャストで入っとけ。いけんいけん、オッケー。ひけん、ひけん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 ひけん、ジャストで入っとけ。火炎竜王、ひけん、あいよ、いや、いいんじゃないいいんじゃないか、これは。いいぞいいぞ、大丈夫大丈夫、落ち着け。ジャストで入れ。いや、ちょっと、ちょ、とりあえず、とりあえず、ダウンさせ、ダウンさせ、はー、からの、ひけん、ひけん。はい、オッケー、耐えてる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 。ひけん、やっば、くそ、取られる、取られる、取られてまう。いけ、ジャストで入れ。うわー、いやー、くそー。火炎竜王、くそー。2対1、きちいや、でもめちゃめちゃ頑張ったと思うねんけどな、今サボったんな。ちょ、最後じゃあ取りに行きましょうか。最後取りに行こう。相手の一陣はまあ取られるとしての、とりあえずここ頑張るなあかんとこか、とりあえずな。やばい、クラウ、やっぱりやっぱりそうやな。いや、これきついな。ルフィ2位か、めっちゃきついぞこれ。ワンツー、ワンツー、ジャストで入っといて、ワンツーのスリー、いやー、スリーか、あかんかった。ここジャストで入っときたい。ワン、ワン、いや、バカ、うー、2人まとめてポーンしといて、とりあえずこのエレン取ってまいりたい。とりあえず1回取れ。いや、無理か。ワンツーの、うわ、無理やった無理やった。いや、でもミリまで追い込んでるから、マジでそれは何してんの。あ頼もしくなったな。行くぞ、もう最後行くぞ、着火や。はあ、そっち取れる。いけんいけん、ダウンしてくれ。火炎竜王、オーケー。最後最後最後も、あの IT 知人とか絶対無理、間に合う。いけ、ブーンですよね。まあ、間に合わんかったか、しゃあないわ。しゃあねえ、しゃあねえ、それはしゃあねえ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。まあ、サボタンね、今のやっぱね、環境においては、やっぱりその状態異常がね、機械っていうのは改めてね、こう使ってみて、やっぱ普通に強いんやなと、相手が赤いのとかであってもね、そのメラメラ中はね、ありやなって思いました、普通にそれは。ただやっぱりね、握れへんっていうのをなんとかね、してあげてほしかったなっていうね、普通に。はい、いけんいけん、いけんいけん、いけんいけん。まあ、何、まあ、892とかやったら、592やったら全然分からなかった。ひけん、ちょ、待ってや、待ってやね、待って待って、ここ行こう、ここ行ってこう。危ない。ひけん、オッケー、ひけん、ジャストで入って、ひけん、ひけんと、はい、ひけん、ひけんと、全然普通にこう、離れれたかったね、今、2発目なかったかな。ひけん、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 ひけんちゃうわ、それ。ふっと、よいしょっと、よいしょっと、火炎竜王。はは、いいね。いやー、いいですね。今の火炎竜決まったね。ちょ、よろけ、あ、ちょ、危ないぞ、これ危ないぞ。メラメラするまでちょっと待とう。メラメラしてからでも遅くない。はぁー、オーケー。以上、なんや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 、どこや、どこや、敵はどこや、いた、いた、危険、危ない。おー、耐えてる、耐えてる、大丈夫。これ通常もらっても大丈夫やからね。落ち着いていきや。危険、なんで反応遅いですね、それはちょっと。あ、ちょっとしんどい、それちょっとしんどいですね。いけん、いけん、はい、いけん、いけん、ジャストで入って、いけん、いけん、はい、黒ひげなんかもう全然怖くないから、いけん、いけん。そう、もうめっちゃ強ない、これ、ほんまにマジで。で、これそろそろよろけ剥がれてると思ってんねんけど、どう思いますか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 。行きましょう、行きましょう。ちょっと握ろう、じゃあ握るわ、じゃあ握るわ、この今のこの時間を生かして、握り、いや違うな、違うな、違うね、あっちやね、どう考えてもあっちやね。火炎竜王、あと届かへんかった、届かへんかった。まあ、これはもう、あのクリティカルとかできるだけこの間にも入れて短縮できるだけさせたい。無理やった。はいはいはい、 OK、 これもろたね。はいはいはい、いけんいけんと、これはもう漏れましたよ。はい、ただこう握りたくないよな。
いやでも握りたくないんで、ちょっともしとりあえず落としに行きますか。赤犬さんですね。これはどっちだ。いやちょっと待って、いろいろきついぞ、いろいろきつい。あーちょ、切れてる。何してる。もういいね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 。そんな、いやじゃあもう逃げろか。じゃあとりあえず C 逃げろか。とりあえず逃げろか。うん、じゃあそれ入れ。あ、無理や。どうするよ、どうするよ。火炎竜王するよ。いやーしとけ。燃焼入ったやろ。まあでもどうする。いやもう撃つしかない。ジャスで入れ。ワンツー、ワンツー。いやもうこんなにでもあかんか。いける。一緒に、あっち取れる。いける。いけ。よしよかったよかったよ。なんかめっちゃ嬉しいんやけど、サボで勝った試合頑張ったね。はい、ありがとうございました。取っちゃうか俺。 OK 取っちゃおう。1回取っちゃおう。まあ、今回の試合はこれだけ。ダッシュはね、いけん。はいはいはいよ。とりあえずね、後出しにこんな。あ、ちょっと待って、それ危ないぞ。おお、いけんいけん。いやもうしゃあないや、それはしゃあないや、もうそれしゃあないや。ちょ待って。いや、いけん。はい、回復しようで、お気際とりあえず火炎竜を。嘘やん。いけん。回復しよう。いいよ。ほら、もうクリティカル溜まってるよ。いけん。まあいいよ。ほら、もうメラメラ使えるもんね。はぁ。ちょっと待って。うわ、怖。いけん。はい。というわけでね、赤サボで、行ってきたんですけれども、まあ、まずは、一言、すごく面白かったと。はい、面白かったという、プラス、すごくちょっとなんか、なんていうんですか、握りたくなりますよね。僕は性格上特にね。倒した瞬間、すぐも握りたくなるんですけど、握れないというこの歯がゆさ。それはしょうがないのかなと。あ、まあ、おまけでね、見てもらった感じだとわかるかなと思ったんですけど、うまくいった、いい感じにいくと、ね、動画やと、27秒ぐらいかな。で、使えるようになってたんで、だからまあ、51秒ね、クールタイムがあるやつが27秒で使えるみたいなね。今しかもこれメラメラ状態が24秒で、その渋回つけたら30秒、31秒ぐらいになるじゃないですか。うん、なんで、もう上回っちゃうみたいなね、うまくいけばね。感じなんですよ。はい。だから、まあ、うまくいけば非常にありかなと。ただ、クリティカルが、その、出るときね、要は、この、味方が KO された時が、要はチャンスなんですけど、まあ、それ以外も通常で普通に打ってるときに、まあ、たまたまクリティカルが出たみたいな感じもありますけど、まあ、それ以外やと、割とその、このメダルはね、あんまり機能しなくなっちゃうんで、そしたら、ここでね、短縮がないんで、ちょっとその、なってくると、普通に51秒かかっちゃうみたいなね。あ、それちょっと痛いかな、みたいな。ところもありますけどね。だから、そこがうまいこと、味方さんがこう、いいタイミングでやられてたりとかね、そこをしっかりと、合わせれば、すごく刺さるメダルかなと、はい、思いました。まあでも、いろいろほんまにいろんなメダルで試せそうですよね、サボタンは特にね。はい、まあ今度火力ブリブリでやってみたいなとも思いますし、いろんなメダル試してみたいなと、はい、思いました。皆さんもいろいろ試してみてください。環境には全然ありやと思いますよ。はい、というわけで本日はこれぐらいで終わりたいなと思います。皆さんはここまでご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!